札幌の鈴木幸子さんっていう人がいてね、じゃあ私5000円ずつ徴収するねって5000円ちょうだいって言って、椅子に座って幸子さんが数え出したの、こうやって、こうやって数え出したら、幸子さんがキャーって言ったんだよ。どうしたのって言ったら、今手の中でバサッてお金が増えたのって言うのよ。だけどそんな増えるわけないじゃない。そうだ手の中でバサッてお金ってなんだよって、でそのお店は、僕がもうクレジットカードで4万円切ってるの、うん、4万円切ってるから、うん、そのお金、僕のお金じゃんか。そうですそうでしょ、はい、だからじゃあそれちょうだいって言って、僕はもらって財布入れちゃったんだよね。だけど言われてみたら確かに分厚かったんだよね、これ、はい、僕めっちゃ面白いと思うの、僕は絶対にお金は1万円札、5000円札、1000円札って絶対に分けていないんだ、どんなことがあっても、だけどその時に限って入れちゃったんだよ、バサって、これなんでそうなったかっていうと、いくら増えたとか分からないようにするために混ぜちゃったんだよ。そうなんですね。だから神は因果関係を隠したんだよ。